ここからはテレビ滋賀プラスワンのコーナーです。滋賀テックプランター、滋賀の強みを生かして滋賀から世界を変えようとする研究者技術者を種になぞらえ、植えて育てようとする創業支援プログラムです。テレビ滋賀プラスワンでは7月にその支援を受けて大学から起業された2人の起業家を紹介しました。今日はその2人と三日月知事の対談をお送りします。滋賀を新たなイノベーションの聖地へ。まずはどのような事業をしているのかお聞きします。そうですね、私たちの会社の理念っていうのが、優しい眼差しに満ちたウェルビーイングな社会を作っていくというところで、人々のこう心とか体の健康にもっとこう寄与していこうっていうのを目指した会社になってます。その中で私たちが注目しているのが、人々のメンタリティ、特にストレスの話で、やっぱりそのストレスってどちらかというとこう悪く捉えられることが昨今多いのかなっていうふうには思うんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくって、病気につながるリスクとかそういったところはしっかりと把握しながら、でもやっぱりストレスを自分の力に変えていこうとか、自分が挑戦していくためには必要なものなんだっていう、こう認知を作っていく、そこのサポートをすると、メジャーなところでいくと髪の毛からストレスを強化する、毛髪にはストレスを評価できるようなホルモンが蓄積されているので、そこを評価することによって、人々のストレスとか、ストレスに対して自分がどれだけ抵抗力があるかなとか、向き合う力があるかなっていうのを評価する、そんなサービスを従業員さんに向けて今やっているところです。まず最初に理念から入って自分のやろうとしていることを話すっていう、このことにまず共感しますよね。で、私は今健康滋賀を作ろうって言ってて、人の健康、社会経済の健康、自然の健康、とりわけ人の健康では体の健康だけじゃなくて心の健康っていうのを言ってるんだけど、今まさに社長が言ってくださったような、そのストレスというものに対する向き合い方、またストレスがどれぐらいあるのかという、そういうなんていうかな、計測、これってやっぱり確実にウェルビーイングな、また幸せな、健康な人づくりとか社会づくり、職場づくりにつながると思うので、僕はとてもいい事業を起業をしていただいたんじゃないのかなと思って今お聞きしてました。ありがとうございます。これまた企業理念から始めた方がいいですか？いやいや、どうぞ、もう好きに喋ってください。企業理念としては、IT is exciting、 初めの第一歩を見てとともにっていうのを掲げてはいるんですけど、これもいいよな中小企業さん、これ、今のところデータサイエンスのニーズがどんどん高まっていってる中で、中小企業さんっていうのがコスト面だとか、いろんな面でその壁を感じて、なかなかデータサイエンス、データ分析ができてないっていう現状の中で、そういった中小企業さんだったり個人だったりの方に寄り添ったデータ分析がしたいなっていうところで、ざっくり言うとデータ分析の事業をしていて、主には企業の方が持っておられるデータを使って、売上のアップだったりコストの削減だったりっていうのを目的にデータ分析を行っています。今妹社長が語ってくださったように、中小企業の皆さんとか個人の皆様が持ってるデータ、入ってくるデータをもとに、どうやったら売上が上げられるのか、コストが下げられるのか、よりハッピーになれるのかっていうことを分析しようと、それをビジネスにしてみたいと思うっていう、このやっぱり着眼点もなんかいいなと思いましたね。やっぱデータはいろんな意味で、宝庫というか、ニーズの宝庫でもあるし、シーズの宝庫でもあるし、ニーズとシーズをつなぐなんかこう架け橋みたいなものもたくさん導き出せるような気がするので、そういう意味でもなんか楽しみな会社だなと思って聞かせてもらいました。イブケアの磯積さんは京都府出身で、2019年に滋賀大学からの大学発ベンチャー第1号です。三手井の井本さんは愛媛県出身、滋賀大学データサイエンス学部発ベンチャー第1号です。なぜ滋賀県で起業されたのでしょうか？
なぜ滋賀県で、まあ、そうですね、でも一番やっぱり大きかったのは自分が大学に在籍していて、でその在籍していた時にその起業っていう選択肢が自分に与えられたっていうのが大きいなというふうに思いますね。あともう一つは私たちが取り組んでいるのがやっぱりそのストレスとか人々のこうメンタリティの部分でよりよく生きていこうっていうことをまあテーマにした時に、やっぱり私そこにはこう滋賀県ですごいポテンシャルを持っているんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりねあの京都のあこれあれですね、滋賀県の人っていうのは滋賀県の人はねおおらかな方が本当にでも多いなというふうに思っていて、それはねやっぱね琵琶湖の力なのかなというのでちょっと思うんですけど、でもねあの本当にそこはすごく思っていて、やっぱりあの自分の地元好きな方本当にでも多いですよ。そうですね、私もそのやっぱり一番大きな要因っていうのは大学が滋賀だったっていうのが、そうだな、一番の要因なんですけど、まあその、まあ、大学で4年間滋賀県住んでみて、まあ、地元とまあそんなに大きな差があるっていうわけではないんですけど、うん、まあ、結構住みやすくていい場所だなっていうのは思ってて、でまあ、データサイエンス学部っていう学部が滋賀県にせっかくできて、うん、なんかデータサイエンスを専門に学んでる人っていうのが少ない中で、まあ、そういう人材がこれからどん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 出ていくっていうのが滋賀県の場所に今なっていってると思うんですけど、だったらもうせっかくそういう流れみたいなのが出来上がってきてるので、私自身もデータサイエンスに関することで起業しているので、うん、滋賀県でそういう人材育成なんかも含め起業だったり人材だったり、うん、そういうデータが活用できるっていうところで滋賀県がもっと活性化したらいいんじゃないかなっていうふうには考えてます、うん、あのおかげさまで滋賀県は13の大学があって3万人を超える学生の皆さんが、うん、あの活動研究また教育活動をしていただいているんですね。これはあの社会にとって特に滋賀にとってとても大きな力です。もう一つ特徴的なことで、早くからあの半島から大陸から人が移ってこられたり、日本の真ん中にあって街道があったり、ね、水運があったりしていろんな人が行き来をして、そのいろんな地域の人たちがここで文化を育んできた、そういう、あと近江商人はここで育って全国世界で商いをしてきた、だから他との交わりの中で何か物事を作っていくっていう文化は昔からあったのかもしれません。でそういう中でお二人がこの滋賀の地からデータサイエンス学部教育学部滋賀大学からベンチャーを起こされたっていうのは、何か新たな令和の時代のこの21世紀の何か一つのチャレンジとして刻まれるような気がしますね、はい、磯住さんは起業して2年、井本さんも1年経ちました。でもやっぱり大変なことが多いなっていうのは、そのもちろんこう産む苦しみではないですけど、なんかそこはすごく感じましたし、やっぱりそのうちは第1号というところで、あのそれはいい部分もあり、やっぱり大変な部分もあって で、なんかこう先輩になる人たちもいないので、やっぱりそこはもう自分でこう足を伸ばして、まあ、あでもその時にあの一つ助かったなと思ったのは、やっぱりその滋賀テックプランターっていうプラットフォームがあったので、やっぱりそこで活躍されてきた先輩ベンチャーさんにお話を聞いたりとかっていうことはできたので、なんかそこはすごく本当に助かったなっていう部分がありますし、うん、なんかそこはそうですね、良かったなと思います。そうですね、まあ、企業を立ち上げるってなった時に、まあ、何をやりたいとかこういうことで役に立ちたいとかっていうのはもちろんあったんですけど、まあ、会社としてまあ、手続きも含めてどんなことをせんといかんのかとか、まあ、会社としてこれから大きくなっていくために、まあ、自分がやりたいことだけやるっていうのもまあ大事ですけど、まあ、他になんか大きくなるためにどういうことをせんといかんのかとかっていうのは、なんかそこまで深く考えずにもうやりたいっていうことで起業したので、まあ、そこを1期目、1年が経ちましたけど、まあ、そこも考えないといけないんだなっていうのは、まあ、思いつつ、まあ、そこも考えながらやってはいるんですけど、まあ、やっぱり自分たちだけじゃ学生が終わったばっかりっていうのもありますし、まあ、本当に今のところは取引させていただいている企業さんも含めて周りの方にいろいろ本当にアドバイスもらったり、まあ、助けていただきながらやってて、まあ、滋賀県あったかいとこっておっしゃってましたけど、本当になんか
まあ、取引させていただいている企業さんとかもアットホームなところが多くて、まあ、本当になんか優しく受け入れてくれているところが多くて、うんとやりやすいですし、ありがたいなって思いながらやってます。まずお二人とも道なき道をね作って歩もうとされてますよね。でそれをなんて言うんでしょう、志とか情熱とか自分なりの理念とか考えを持って歩もうとしている、これはやっぱり僕らもすごく刺激をもらいますよね。でまたもう一つは磯住社長のお話にも、また井本社長のお話にもありましたけど、まあ一人の力は限られているのかもしれませんけど、まずそこを起点にしながらもやっぱり周りのサポート、このことによって手続きができたり、またチャンスが広がったりっていうことがありましたっていうお話なので、まさにそういうことをやりたくてテックプランターっていうのを立ち上げました。いろんなところにあるシーズとニーズつなげて新たな一歩を起こす人を作ろうじゃないか、ものづくりの力などでということで始めましたので、そういうものがこう芽を出し、こうまだ花を咲く実をつけるというところまでは行ってないのかもしれませんけど、確実になんか育ち始めてるっていうのがすごく嬉しいなと思いました。起業して前に進み始めた2人に今後の展望、夢をお聞きしました。やっぱりまずは企業さんで、滋賀の企業さんであったりとか関西の企業さんで、一社でもやっぱりうちのサービスを入れてもらって、やっぱりそういう考え方って大事だなっていう文化作り、ストレスを力に変える、今までこうストレスは企業の中でリスクマネジメントとして評価するものだったのが、そうではなくて自分たちのこれからのポテンシャルを評価する一つの指標にもなるんだなっていうような、そこのこう文化作りっていうのを地道にやっていきたいなというふうに思っていて、これからデータ分析とかデータサイエンスとかっていう分野っていうのはどんどん広がっていくと思ってるんですけど、その人材がどんどん出てくるっていうのもありますし、ここ滋賀県で私たちが起業したっていうところで、滋賀県の中小企業さんを中心に、どんどんデータ分析ができる企業さんっていうのが増えて、どんどんその効率的に売上の促進だったり、コストの削減だったりっていうのができて、どんどん企業としても成長していく、で一緒に私たちとしても大きい企業になっていくっていうところ、おそらくイブケアさんの取られるサンプルのデータ分析解析に、ミテイさんのいろんなビジネスとつながるところがあるでしょうし、でそういうセットで、ね、売り込めば、おそらく、なんて言うんでしょうか、例えば職場会社でそういう社員がよりハッピーな状態になるためにどうすればいいのかっていうことの何か一歩も見出せるようなところがあるのかもしれません。そうですね、なんか私たちはどっちかというとこう材料を提供するのが得意なの で多分データサイエンスで、ね、料理をする方なので、そこでね調理をしてもらって、どんな料理ができるかっていうのは割とこれからすごく楽しみな部分だなというふうに思っていて、なんかあれじゃないですか、やっぱりこう働いてるこう忙しさっていうのと自分の幸せっていうのが割とこう相反しているものではなくて、実はそこってこう一致しているんだよみたいな感覚を企業さんにもこう従業員さんにも持ってもらえると、なんかすごくこうそこの圧力がなくなって、本当の意味でのこう働き変えた改革じゃないですけど、なんかそういうことをするためにはやっぱりすごいデータサイエンスは私も大事だなと思っていて、結構ねデータサイエンスも今データは集まってきてるんですけど、調理をね困っている部分があったりもするので、ぜひそういうところはなんか一緒にできると面白そうだなって思いました。いっぱい宝があるかもしれない。そうですね、なんかその働きコストの削減っていうところで言うと、コスト削減だけじゃなくて従業員さんがの負担を減らすっていうところが結構大きくなってくると思うんですけど、そこの指標ってなかなか出せなくて、会社の中でどれだけ変わっていってるのかとか、従業員さんが楽になってたかなぐらいしか多分その出し方ってなくて、そこでなんかね、ストレスの加減っていうんですかね、でなんか指標を出していただけると、従業員さんも心の気持ち的にもなんかストレス減ったっていうのが分かったら結構嬉しいと思いますし、滋賀県は日本の真ん中にあって、いい意味でも悪い意味でもたくさん車が通ったり、通過交通量多いですよね、新幹線で通られる、もちろん前原で降りられる方もいらっしゃいますけど、そういう交通データみたいなものって
いろんなあのデータ分析の、まあ、僕が交通会社にいたから言うわけではないんですけど、なるほど、あの元になると思うんですよね。でもまだまだそういうものって十分共有できてなかったり分析できてなかったりするので、うん、そういうものを例えば近江鉄道のいろんなその移動データから何か見出せることがあるのかないのかとかですね、あと観光で来られた方に対して少し手軽にストレスチェックしてみませんかっていうのは僕は新たな付加価値としてあるんじゃないかなと思っていて、何かその職場でストレスありますかないですかということだけではなくて、健康志向ですと、皆さんの心の健康ストレスと向き合ってね、ないのがいいのかもしれないけれども、どうあの生きていけばいいのかっていうのを考えてみませんか、簡単なサービスとして提供できるんだとすれば、あ、滋賀ってこういうところでも何かあのみんなの幸せのために考えてくれてるのかっていう一歩につながるような気がしますので、だからことほどさようにいろんなことにこうつながっていく、いろんな分野の人を巻き込むことができるのがお二人のこの起業なんじゃないかなと思いましたね。さて最後は、滋賀は新たなイノベーションの聖地になれるのか。まあ、私はなれるというふうに思っていて、まあ、それは滋賀だけじゃなくて多分日本全国どこでも多分イノベーションの聖地にするっていうのはできるんじゃないかなというふうに思っていて、じゃあそれはもう誰があとは旗を振るんですかっていうところだと思うんですよね。でもうあの、まあ、滋賀テックプランターを皮切りにしてそこの旗振りっていうのは滋賀県ではできているのかなというふうに思うので、やっぱりあとこう潜在的に眠っているイノベーターというか、あ、マントレテプレナーシップを持っている若い人たちっていうのを違うからどうやって発見をしていくとか、その発見した後にそれをこうどう本当にビジネスとか、あ、まあ一大産業につなげていくかっていうところの枠組みをしっかり作っていくことが重要かなというふうに思っていて、滋賀県は本当になんかコワーキングスペースとかも今結構増えていってるっていうふうに伺ってますし、まあ、そういう場で結構なんていうか起業家とは限らずともいろんなコミュニケーションって結構取れると思ってて、そういう場も結構増えてきてますし、大学の方でも企業の事業講義ができていってたりだとか、あとは高校生が何の事業なのか分かんないですけど、なんかインタビューさせてくださいっていう方が結構いて、なんかそういった事業も結構高校の方でもされてるらしいので、なんか滋賀県として結構このイノベーターとしての素質がある方が結構増えていってるんじゃないかなっていうのはどんどん実感していて、あのお二人は確実にロールモデルとして憧れの存在だとか目標として、同じ大学生、これからの大学生、そして中学生高校生の存在に僕はなると思いますし、でまた滋賀県は、まあ、テックプランターをはじめこういう企業とかイノベーションのこう土壌があってエコシステムがあるんだという、そういう地域にしていきたいなと思いますね。まずこう知事とお話しさせていただくっていうことは本当に滅多にない機会なので、もうありがたい時間をいただいたなというところと、なんかこうもっとこう滋賀の未来について自分たちができることってなんだろうなっていうことをまあすごく考えましたね。知事はすごいなんか気さくな方だなっていうふうに感じました。で、まあ、今日、まあ、3人でお話しさせていただいて、まあ、磯富さんのビジョンとかも、まあ、お考えなんかもすごいはっきり伝わってきましたし、私自身もそのお話ししてる中でいろいろ見えてくるものなんかもあったので、すごいありがたい機会だったなと思います。まあ、今日はあのまず1回目ということで、今日で終わりということじゃなくて、去年の夏頃こうやって喋ってたけど、いや実はね、こんな悩みがあるんですとか、いいですね、なんかそういう形でやると、なんかこう1年後までにこうなってたらいいねとか、はいはい、なんだ知事感染症で組むって言ったのになんかあれから全然じゃないかと、ね、言われたらあああかんと思ってまた僕らも頑張るんで、なんかそうなればいいなと思って、はい、BBC さんよくあの番組よろしくお願いします。スポンサー作ってまた作ってください、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。